ヤマハ株式会社ミキサー開発チーム信号処理エンジニアの小村です。今日は私が開発に携わったリバージ PM システムの新しいプラグイン Bricasti Design Y7 についてご紹介します。 Y7 はBricasti Design とヤマハで共同開発した全く新しいリバーブです。現在リバージ PM システムに搭載されているリバーブは RevX、SPX リバーブ、Eventide SP2016 などがありますが、ここに新たに Bricasti Design Y7 が加わります。 Bricasti Design は世界最高峰のハードウェアデジタルリバーブである M7 を開発したオーディオメーカーです。 M7 はアメリカや欧州をはじめ世界中のレコーディングスタジオやコンサートツアーなどで高い人気を博しているリバーブです。そのサウンドは深みがあり密度が高く、そして極めてナチュラルで美しい音色を持っています。そのBricasti Designとヤマハとの共同開発プロジェクトは2年前に始まりました。マサチューセッツにあるBricasti本社とここ浜松の間をお互いに行き来して、最初はリバーブのイメージについて意見交換することから始まりました。そして彼らが Y7 向けに新たに開発したアルゴリズムをリバージ PM の DSP に落とし込み、ブラッシュアップして音質を作り込むところまで一緒に行いました。そうして完成した Y7 は M7 と全く同じものではないですが、やはりBricasti の高度な技術が詰まっています。音を聞けばM7 とファミリーであることがすぐにわかるBricasti サウンドを持っています。音に深みがあり密度が高く、スムーズでとても自然なリバーブです。立ち上がりから減衰までのエンベロープがとても自然で、音の消え際リバーブテールが非常に美しい素晴らしいリバーブに仕上がっていると思います。ユーザーインターフェースに関してはライブ現場で使いやすい操作性を目指しました。M7 はたくさんのパラメータを持っていて緻密な音作りができますが、 Y7 ではパラメータを厳選して5つのダイヤルと5つのスイッチというシンプルな構成にしました。そうすることでプリセットを1つ呼び出してパラメータを少し操作するだけで目指す音に素早く持っていけるシンプルな操作性を実現しています。またプリセットも現場で使えるクオリティのものをたくさん搭載しています。そしてそれをカテゴリーごとに集約するボタンが並んでいて、すべてのプリセットにアクセスしやすいようになっています。さて今日ご紹介したBricasti Design Y7 リバーブはリバージ PM システムのバージョン 4.7 で搭載される予定です。ぜひ使ってみてください。